お刺身フルーツゼリーが好き。フルーツの盛り合わせ、いいね。ドラマが好きです。最近ない、うん、バレエとかでもいいよ。じゃあバレエ、踊る方のバレエでない本パス何でも好きなんですけど、恋愛系が好きです。最高の離婚っていう、あとね、なんだっけな、ポンポンポン、サイレンだ、サイ、こっちこっちサイレンですジュディマリ、ジュディマリのそばかすと、ラブルネサンス。あー困ってますね、それ募集中、これから探します、はい水色、秋、テーマ、ミーナーセ、犬です、うん、なんか小動物系って言われますけどね、うん、よくわかんないですねタイトル戦で言ったんですけど、蒲郡市、あの銀河荘に泊まったんですけどね、そこがすごい思い出残ってますね。沖縄、あんまり得意じゃないかもしれないうわーうわー肉野菜とメガネ普段はします、コンタクトなんですよね。でもあれなの、あのドラマ見てるのにあんまり好きな芸能人いない。いやコロコロ変わっちゃうんだよね。あ、そっか、なんか今たまたまこう変わった後みたいな、うん、あ、そうそうそう、でさ好きな俳優さんとかにさ、うん、熱愛報道があると冷めちゃうの、うん、なるほど、うん、ちょっと追いかけられなくなっちゃうんだよね、その後が。だから今そういう時期で、秋、いや暑くないのが好きだから、うん、だからもう暑がりだし寒がりなんですよ。ちょうどいい季節が、そうなんです、うん、水色好きなんだね。水色好きですね、うんうん、マイナビから、あ、そう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 まあ、ももちゃんだから、あ、ピンクとか、あ、ピンクも好きなんだけど、うん、なんか水色って女の子らしさとともにクールさがあるじゃないですか、うんうん、でもそれが好きかな、そう、ね、うん、あれいいわ、そこいいよ、あの、まあ、本当にもタイトル戦やった場所ってすごい思い入れてるもんね、うん、の露天風呂が部屋についてたんですよ、うん、で、なんかつ目の前が海っていう、へえ、あ、じゃあ景色良かったんだ。景色良くて、で、料理も美味しかったんですけど、あの、これお土産でも持って帰ったんだけど、蒲郡うどんが美味しかったです。なんかあれだよね、でも本当タイトル戦の時ってこうすごい気持ちとかこう切羽詰まっちゃうから、こう広い海とかそういうの見れるとすごい晴れやかな気持ちになる、ね、うん、そうですよね、うん、そっか、また行きたい、いや行きたい肉野菜炒め適当ですよ料理してなんだかバレちゃう、大丈夫肉と野菜ちゃんと使ってるだけですごい、そうそう、うん、栄養はちゃんと取ろうと思ってて、野菜を意識的に取ろうと思ってるんだけど、そう、うん、だからお鍋とかよくするね冬は、うん、とりあえず突っ込んどけば食べれるから考え方男子そうですね、これから学んでいかないといけないですね、うん、他になんかこう、これ好きなんだけど、あ、あるある、コウペンちゃんが好きなの。あ、いいねかわいい、コウペンちゃんか、うんうん、最近好きになったんですけど、かわいいよね、かわいい、あの、癒されるし前向きな言葉が多い、偉いってすぐ褒めてくれるのが、うん、ありがとうって本当思うし、いいんだよって、そう、うん、で先日池袋のイベントに行ってきまして、で本当にもう癒されてましたね、あれは。でも多分将棋ファンの皆さんはコウペンちゃんと一緒にいるももちゃんっていうこの組み合わせにこう癒されて、あ、そうなの、うん、いやいやいや、これからも積極的に並んでほしいなって思って、うん、あ、嬉しい、ちょっと牧之原大使に臨場してコウペンちゃん大使を目指そうかな期待してます、応援よろしくお願いします、よろしくお願いします